ダムチン、または、クスノキモクチン、ズアンムーチンは、チベット自治区4月世市、ニャラム県に属するチンである。ネパール号ではカサトも呼称される。ヒマラヤ山無薬南陸のネパールとの国境に位置する町で、海抜は2300メートルである。ラサからは736キロメートル、ネパールの首都カトマンズからは150キロメートル、離れている。ダムの都市平均気温は、 摂氏20度と温暖で、欠片の気候区分では温暖湿潤気候に属する。年間降水量は2000から3000ミリメートルで、雨季は3月から10月である。チベットの他の地域と比較して、ダムは海抜が2300メートルと低く、平均降水量も多いため、周囲は原子林に覆われている。ラサ方面からの公共交通機関がないため、 ダムへは車をチャーターするカツアーで訪れるのが一般的である。なお、カトマンズから国境のネバール川の町であるシンドゥパルチョーク郡小谷まではアラニコハイウェイが開通しているためバスが運行されている。なお、ラサからダムを経由してカトマンズまで鉄道を伸ばす計画がある。この計画に基づき2014年8月にラサ4月鉄道が開通し、 4月まで鉄道が延伸し、2018年6月に放中したネパールの KP シャルマオリ首相は4月とカトマンズを結ぶ計画で中国と合意したことを中国国営紙などは報じた。中国政府の統計によると、1966年のダム口岸での貿易総額は約1000米ドルであったが、2004年には約1億米ドルとなった。これは2004年に、 チベットで取引された貿易総額の50%を占めている。ダムの住民の70%以上は第二次産業と第三次産業に従事している。そのため町には貿易会社が約20社、インドやネパールの商品を取り扱った商店が約100店舗ある。この他にも町には税関、銀行、出入国管理事務所、 公安等の管理機構も存在する。2015年に発生したネパール地震の影響で観光客の立ち入りは禁止されている。再建には3年ほどかかる予定。中に遊戯橋。右側がラムチンダムはチベットからネパールやインド方面に抜ける街道の要衝に位置し、ネパールとの国境は古くから解放されているため多くのバックパッカーが訪れる。 ありがとうございます。